清原和博、はい、こっちの方にプレッシャーかかってるね。次とすっぽんですよ。体の綺麗のバレッタからね、なるべきあれですよ。さあ始まりました、迷宮会チャンネルでございます。今回もですね、迷宮会のレジェンドをお呼びしていろいろなお話を伺っていきたいと思います。本日の、進行を務めます堀口文弘です。よろしくお願いします。ありがとうございます。私は、生まれが埼玉なもんでライオンズの本当に大ファンなんですけども、今日はこうライオンズのレジェンドを、お呼びしております、土井正弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕あの47歳で、はい、野球界で言いますと松井秀喜さんと同い年なんですけども、はいはい、なのでやっぱ土井さんの印象と言いますと指導者という印象が非常にこう強いんですけども、はい、やはり聞きたいのはゴールデンルーキー清原和博、はい、まあ、この人を育てた人というのがこう指導者としてのこう一個こうあるわけですけど、はい、土井さんというのは、コーチ2軍のコーチだった。ライオンズの2軍の打撃コーチ、はい、でそこで、まあ、清原さんがじゃあ、ドラフトにかかって、はい、来年から来るぞ、はい、なった時にはなんかチームであったんですか。こういや根本さんがその時に来年清原くじ引いたから、はい、お前上に上がれっていう、はい、その時はどう思われたんですか。もう素晴らしいバッターやなっていうね、はい、やっぱ甲子園で見てるじゃないですか、はい、だからこっちの方にプレッシャーがかかってるね。はあ、ただ新人王にならさなあかんっていうね。なるほど、はい、もうほどもう自分の方が硬くなってるね。まあそうですよね、はい、鳴り物入りで入って、はい、ただこう入る時にこうドラフトでこう大変なドラマがあったじゃないですか清原さんに、はいはい、入ってきてなんかへこんだりみたいなっていう感じはなかったんですか。ありました。ありましたか。ちょっとやっぱり自分はもう 熱入らない、はい、でそれをやる気にどうさせたんですか。いややる気よりもお前がね昨日だ、はい、しっかりせんことにはもう余計あっちが受け合ってお前が沈んでまうぞっていう、はあ、その僕らはやっぱり清原さんが入団の時っていうと昔の若字資料平屋建ての若字資料の、はい、いわゆる清原さんが活躍者から出世部屋と言われてたところからこんにちはって入寮の時のあの写真を見てるから気持ち切り替えて所沢に来てるのかと思ったんですけど、はい、そうじゃなかったんです。やっぱりね、ああいう劇的なあれがあったのでね。そう。もう大人のあれが分からないんですよね。それはもう18歳のもんにしたらたまらんと思います。そりゃそうですよね、うん、裏切られたと。巨人のことしかね、やっぱ考えてなかったじゃないですか。そうですよね。パジャマも何かもね、お母さんに聞いたけど、もう巨人のもんとかね、みんな着てたっていうね。なるほど、小さい時から。これでも清原さんはやっぱり体も大きいですし、はい、でまあ飛距離を持っているバッター、はい、でもプロで通用するかまだ分からないじゃないですか、はい、そのバッターに対してこうどう指導されたんですか。まずは僕はもうあれはもう触る必要ないっていうのと、お思ってたからね、慣れたらいけるっていうのと、はい、で自分よりも全然上やからね。土井さんが18歳の時よりも、あもう全然違うんですか。全然でも同じ18歳で4番っていう、はい、この肩書きはねこう共通する部分あるじゃないですか、はいはい、あんなのはもうあんなのはもうすごいんですか。次とすっぽんですよ。あんなのこれですよ。先生から見てくださいよ。僕ら無理やり使ってもらった、あの場合は自分が必要やから使ってもらった。確かにもう強かったですからね、うん、ライオンズが。で僕らデビューした時に2割3分はい、ね、はい、彼をやった時3割でしょ、あれ。そうですね。ただ土井さんもその触んなかったとはいえアドバイスをしたこともありましたね。1年目はありますどんなアドバイスをしたか覚えてますか。あれヒッティングするんですよね。ああなるほど、こっち下がるんですよ、はい、で下がってふわっと上がってくれたらいいんだけど、はい、上がらないんですよ。下がったままここ割れた時シャッとやって、はあ、下からもやっぱり、あなるほど、いい時はやっぱりシャッと下がってグッと上がるんですよね。この助走のようにこうってカーンと、はい、本人には言わないで太田拓がそういうやったの。太田拓司さん当時の大体の切り札ですよね、はいはい、ヘルメットちょっと大きめにかぶってんですよね、はいはいはい、ここら辺でこうこねてこう入る、はいはいはい、あれがヒッチするんです。ヒッチ、あなるほど、ちょっと下がる、はい、お前ちょっと拓をちょっと教えてやってくれって、はい、うまく打てるようになるかと、はいはい、で太田拓が教えてやってくれて、それなんでコーチなのに自ら土井さんが言わないで太田さんに言ってもらったんですか。いやこれはもうヒッチしないから。あなるほど、その、
その部分のスペシャリストにお願いしようって、はいはい、あでもしなくても土井さんが教えてもいいと思うんですよ僕は。コーチなんですから。しかしその時はもうどんどこやったからね彼が。そしたら、まあ、そういう仕方もありますよっていうことですよ。なるほど、うん、じゃあ当然太田さんも嫌がることなく清原さんに教えてくださったんです、うん、だからまだ自分の方がだいぶ上やというね。まあそうですよ当時のね、はい、そうですね、はい、僕らは小さい時太田さんの名前が出るとおーってチャンスで来るとおー来るぞって、でまたチャンスじゃない時太田さんってあなんでこねちゃうんですかねこねてショートゴロすごいんですよ。でもチャンスだとめちゃくちゃ集中力アップするんですよね、はいうん、そうだったんですで、そういう方から言われたら清原さんも、まあ、納得しながら、そうです、それはコーチとあの選手より、あの選手同士の中の方がね、選手同士の中で、ああ、この人はいつもクリーンアップ打ってんねんなっていうような人から言われるのがね、だから今はそうでしょ、今、秋山翔吾が、はい、あのその球団のやつあの自主トレやってます、そうです、今年なんかね、ソフトバンクの上林さんが自分から電話して、行かせてくださいって言って。うん、で、こっちはもう、あのその青いようなやつをね、はい、選択してやるんですよ。何でもかんでも教えればいいってもんじゃない。そうなんです。そこなんですよ。だから栗山に、はい、栗山に秋山翔吾をつけて、はい、おい周期練習でもどこに連れて行ってちょっと相談あの乗ってやってくれっていうね、はい、ことつけて、あれと同じポイントで打つから。有名な話で、はい、秋山さんが入団1年目の時に栗山の背中を見て真似しろっておっしゃったっていうのは本当なんですよ。はいで浅村にはあの、はい、中島の、はいはい、中島さんの中島、はい、お前アメリカへあの行くんやったら、はい、こいつをショートであの育ててから行けっていう、あ中島さんに言ったんですか。2年遅らしたんです。いやだからこそ今も浅村さん、はい、イーグルスに行ってもやっぱ若手の選手を自分から呼んで、はい、やっぱ自分からねいろいろ口数の多い選手じゃないんですけど、やっぱ向こうに行ってたら内田さんとかを自分で声かけて、はい、自主トレに呼んでやってるっていうの、はい、うだから元は土井さんから来てるわけですよね。そうと思いますよ。もう一度清原さんの話にちょっと戻したいんですが、まあ清原さんは本当に1年目すごい活躍をされました、はいはい、でもうもう4番打者として確立して一回離れるわけですよね、はい、離れてた時もやっぱりこう弟子の清原和博は気になりましたよね。気になりました。どうしてもやっぱりおいらが言うてるあれと違うんですよね。そういう時はでも指導せずにずっと、いや、やっぱりもう本人は、はい、やっぱりこれからあれするためには自分でそこを改革ってことだね。なるほど。絶対ダメです。まあもう土井さんは、はい、その時は教える立場ではないから余計なことは言わずに、はいはい、でもまあライオンズでずっとまあ全盛期を送りまして、そのいい流れでジャイアンツに行きました、はい、ジャイアンツに行った時っていうのはこうどう思われましたか。なんであんなとこ行くんかなっていういやそんな自分が裏切られたとこにね。ああなるほど。なんで行くんかな。でもただあの時世間としてはやっと恋焦がれたジャイアンツに、はい、と両思いになったねみたいな美談として、僕はもう反対だったんですよね。あのまま西武に残ればね。なんで。いや僕らから見たらもうそんな、まあ、あの時点で18の時に裏切られてるんだから、今日の人はあのお父さんお母さんにね、はい、感謝してますので、うん、やっぱりその巨人の夢にも来たかったんじゃないかなっていうね。そうですよね、はい、まあそれはもう京原のね、うん、その考え方も、はい、いい考え方かもわからないしね。そうですね、うん、ただその京原さんがすごいこのウェイトトレーニングをしてめちゃくちゃ体が大きくなって、何のスポーツやる人ですかみたいになったじゃないですか、はいはい、絶対ダメです。絶対ダメ。なぜダメなんですか。邪魔します。筋肉が、はい、バッとここに入るとこが、まあ、入らなくなる。例えばメジャーリーガーのね、日本に来たこうあの外国人の選手とかでもすごい方いらっしゃったじゃないですか。ブーマーさんとかもすごいでしょ。あれでもホームラン打てるじゃないですか。いやあれはもう自分の体ですから。お作った体じゃないから。あそもそもが来てるから、あでもあれでいい。いやあれでいい。ちょっと土井さん的にはそっちの方向性は良くないぞと、思った時代ですよね。彼のバッティングいうのは力のまれじゃないからね、はい、体のキレのまれだからね。あなるほど、はい、でもう鋼を入れるような感じでバーンと甲子園のとこから打ってたからね。このこうしなる感じですよね。しなる感じで、みんな遅れ気味はあーっと遅れるのかと思ったらセンターのホームランになったりね、はい、力でいくから、
もうしなりがなくなってきてね。なるほど。やっぱ僕はもうあの、はい、彼に言うたことありますよ。おセブンの時に。ライオンズの時、うん、なんておっしゃったの。この筋肉をここつけたらダメやぞっていう。言ってたのにもかかわらずですよ。やっちゃったわけですね、清原さんは。でも、清原さんの側に立ったらですよ。清原さんだって、一本でもホームランを打ちたいと思って、おそらくやったことだと思います。だから、いや、別にそれはね、追ってたらいいわけです。で、まあ、言うたら、普通から言うたら、あんだけの記録やから、わっつい記録ですよ。525本生涯ホームラン打ってるんですよ。はい、その師匠の土井さんを超えてるわけですよ。俺は何、とやかく言えるあれがないですよ。いや465号もすごいですけどね、土井さんの。はあ、だから一番やっぱり王さんにね、はい、近づく状態の選手やったんじゃないかなっていうね。なるほど、そこまでいけたんじゃないかと。ああ、今から考えればね。はい、で またあの西武球場と東京ドーム後楽園と後楽園、はい、あの広さが違うのでね。そうですね、それはもう一概にはね。だけど野村さんの記録は抜いてたんじゃないかなと思いますね。あ、なるほど、そこまではいけたんじゃないかと、はいはい、行ってほしかったですよね、指導者としては。やっぱりもう僕はもう行くと思ってたからね。まあ球団もこういろいろ変えて、で最後オリックスで引退をされる、はいはい、18歳から見てた少年清原が青年になり引退、はいはい、あの瞬間っていうのは土井さんは切符をね置いてくれて、おで見に来てくださいと、はい、京セラドームにね、はい、嫁さんと僕と子供とね見に行ったんですけど、うん、あの時はもうプロレスラーみたいな感じ。そうですね、あの頭の中のあれの もうものすごいこの1メートル88キロの体のしなるようなあれが脳裏になったからね、はい、ちょっとイメージと違って、はい、ヘッドスピードが全然違かったからね。そうですか。晩年とね、なんかこの走りがもうほんまにね、はい、ピャーンというね、はい、もう鋼を研いだようなピャーン回り方してましたからね、はあ、これは高校生じゃもうおそらく誰が来てもやられるようなっていうようなね。なるほど。だから野村さんのね、右バッターのあれトップいったんじゃないかな。改めて今、まあ、清原さん、引退されてからちょっと大変なことがありました、はい、でまあそれも経てもご自身も反省もしっかりされて YouTube なんかでいろんなことを配信してこう頑張ってるわけですけど、その取り組みっていうのはいかがですか。僕は球団ね、ある程度よその球団がねやっぱりそこのとこをねキュッと引っ張ってやれるね、はい、あれが根本さんっていう人がね、そういう人やったんです。ご存命であれば。それはいてないんですよ今どこの球団にも。これもっともっとやっぱり考えてやってほしいっていうね。今清原さんが目の前にいるとしたらどういう言葉を書きますか。結局はもうね、過去の過ちは誰でもあるんだからね。だからそれなりにものすごい M もあるからね、はいはい、まあ、18で4番打てるというのは何かのその指導に当たっても何か自分の思うやつがあるのでね。でも清原さんの YouTube チャンネルでちびっ子を指導してる動画があって、はい、僕らなんかにも分かりやすく教えてくださってるんですよね、はい、だから絶対指導者になってほしいなって。はい、もうなるべきあれですよ、ほんまに誰かが球団のねなってくれればね。なるほど、ねえのにね、そこのところね、懐の深いこう男が誰かいればと。それはいてないんですよ。まあでもいろんな経験をしてるからこそいろんな立場でものも言えますもんね、はいはいはい、そうですか。まあでもでは頑張っていただきたいということで、地下鉄というね、来年あるからボールをバットに当てるっていう投手になった時に押し付けたらあかんな。